岐阜の異端児滝です。ダメだ、来い。終わりだ。お、ワンペアだ。やっぱいいんじゃない。終わりは始まりだよ。なんかなるほど、ここから始めていくってことですね。ここから始めていこうっていう気持ちを持っていこう。うん、ゼロから始まるドレハン生活。お、頑張りましょう。大丈夫かな。頼む。おー、うわー、エレスご飯作った人に渡っちゃったよ。いや、ゼル君、じゃリアルで今度は作ってあげるわ。リアルで作ってあげる。別にゲームで作ってもらってる。絶対料理したいだろう。違う、ゼル君の皮で作るからね。お願いします。肉の皮で。この船、この船、服枚数じゃない。お願いします。料理人っていうか、ライト君は料理だから。どっからどう見ても料理する顔です。料理する顔、料理顔。本当に料理作るのか。料理顔聞いたことないけどな。ほら、じゃあ1個目チャッカー。2個目プールケーキでーす。2個入ってます。はーい、2個ですね。2個だけ、2個うん、待って、くだライトさん入れました。おっ、僕は言葉で入れてないですよ。はぁ、よかった。ちょっと待って、忘れた。こら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 、おい、ゴラ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 、誰がさすがに5個しか入ってないの。5個、1個、2個入った入った、7個これで入った。全然入ってない。半分切るからね。半分、半分やりすぎだよ。何を持ってるんですか今。半分やりすぎだよ。僕にもなんかで、リアルでもいいよ。半分だけね、手。良さそうだ。半分だけね。見てた方が広くない？確かに。こっそり持ってるよりかはね。逆にみたいなとこありますよ。だって入れてってのばっか。これどうせでも、アメネコさんが右行くだろうな。だから。ニンニクコリコリシチューでいいですか、バケウカさんはじめ。なんでだよ。なんで人力で作るんだよ。え、みんな人力嫌いなの？みんな嫌いですよ。嫌いですか？割とありかなって思うんだけど。なんでだよ。酸味は美味しかったですけどね。なんかそっちの方がさ、骨とか捨てずに済むくない？結構ね、ね、酸味結構あるよね。そんなことないか。酸味とかないっす。もう作るよ。本当にか。誰か殺してきたっすよ。誰かをバラして作るってことですか。なんでわかったんですか。あと出てくるの全身になればもう。あ、じゃあもうできますね。バゲーカさん石炭持ってる？あ、1個も取られてる。石炭持ってるよ。あるよ。はい。動物愛護団体の方、許してください。嫌です。仕方がない、仕方がない殺生なんです。これは今やっぱ今結構問題になってるからね、動物愛護団体の。そうなの？そうなの、ね、何が問題になってるの？知らないところで問題になってる。てかなんか馬のなんかニュースありませんか？全然知らん。あれか、はいはいはい。さて、あ、これ怪しいぞ、これ怪しい。何が怪しいの？バラだけ。あらあら、石炭持ってくか。お願いします。浮島だけ押さえてくるか。うい、武器通黒。何作ってんの？斧です。おのあー色、おどうする？早くなる。めっちゃ作りません？あー、いいよ、作るよ。いや、僕中にめっちゃ集めるんで、土石とこう、釘喧嘩が集めるじゃないですか。うん、だからそれ利用して最後、うん、あ、最後に早くたくさん集めときましょう。あ、オッケーオッケー、分かった。なで探検家が集めた物資を、うん、なんか、うん、最後火薬だるに変えるイメージ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。
じゃあ火薬めっちゃ使って両潜伏で。はーい、両潜伏で。おー、びっくりした。どこは海兵。海兵怖。これ船捨てまーす。進める。怖っ。火薬入れないでね。はい、それはこっちのセリフですよ。見てた。あなた一軒家で弾薬を漁ってるの知ってるんですか。石炭2個ねー。ブーサーブラザーブラザー入れてたからカキさんね、たぶん一軒家のとこでね、弾薬漁ってるよ。ギク、マジですか。ギク漁ってしまいました。はい、これ一軒家村石炭2個ね。火薬入れられるのが、まあ、分解しているのを除けば茶毛かきになるかな。え、でも初手で入ってる可能性あるんじゃない。あー、まあ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 、うん、高台まで行ってくるわ。あ、これ、あの、料理人帰らない。料理人帰らない。なんで、なんでなんでなんで襲われてる？ん？俺襲われてる。タルク半分。マジ？ゼルク逃げてる。ゼルク逃げてるから当ててるよ、ユミ。え、なにこれ？倒していいの？倒していいの？え、なんなんなんなのなんなのなんなの？なんで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 タルク半分なんだけど。どういうことどういうこと？なんで？え、なんで逃げるの？逃げるからタコ行ったってこと？逃げてないでしょ。そう、ゼルクが言い合ってて、うん、いや、もういつものっすよ。ライトさんは船に向かってくんだけど、ゼルクは逃げてるから。へ、ゼルク怪しい。ないよ。ゼルクの怪しくない。ゼルク怪しいんか。みんな結構いな。必要ない人ってきたんじゃない。だけどいや、これジーナ君だと思うけど。あ、ない。帰ってないの、帰ってないの、ずっと。あー、俺はつけてない、この人。ご飯つけてないの。え、今、だって帰るの何時で僕、帰らせてもらえなかったから。マジかよ。なんで3人いんの、こんなとこに。いや、もうこれ帰るからね。え、悩ましい。あー、これ一緒に帰りましょう、こっちさん。うん、か、一緒に帰るか。何たんで、お願いします。はーい。はい。待って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 。あ、はい。どっちだろう。こっちか。おーい。真ん中しますどこだ。やべー、ズルク撃っちゃった。ライトさん撃てばよかった。あれ、どっから行けばいいんだ、これ。体力なくてね、俺やばいな。やばい。結構やばいし。お、あ、あ、帰れる帰れる帰れる。行こう行こう行こう。はい、ランタンあげる。はい。ごめんね。あの、僕の間にし。お。なんか意外といい感じになってますよ、ね。うん、意外といい感じなのかもしれん。フライトさんとジェルクが。そうそうそう、めちゃくちゃ疑い合ってるから。てか結局ご飯作ってないし。相当。トーテム立てたいな、一本ぐらい。いや、そうですね、トーテム欲しいけど、火薬が全然集まってないです。あ、そう、俺火薬で1個ある。まだは。マキさん？あー、ナイスナイス。樽は1個持ってるんですけど。何食ってんの？もうお肉1個足りなかった。お肉1個足りない？お肉がご飯作るからね。おい、ライトさん戻ってきたって。マキさん、何食ってんの？釘釘。ちょっと待て、ライトさん。あのお肉はどうしたの？狼島の。え、僕全部今からご飯作りますよ。あ、作れるんだ。作れるんだ。食べないでしょ。へぇ、24食、結構24食、しかもレベル30だからみんな。もうへぇ、マブキあげるよ。あちはやる。うちレベル30ちゃうで。火入れるよん。はい、もう見たよ。あ、あ、マジで。火ちょっともらうわ。はーい。ごめん、ぶつけた。あ、ぶつけちゃった。ご飯、誰これ、あれだろう。ご飯、本当にできた。本当にできた。あ、もうできます、もうできます。あ、火薬だ。なんかちょっと見てみるね。見て。穴は穴一個だわ。穴一個。一個？うん。直しちゃう直しちゃおう。はい。75%くらいで爆発しちゃった。
飯取り来てください。はい、食べたい。届きますよ。待って、これ毒じゃないよね、ライトさん。ライトさん、あの解毒剤持ってるから毒味する。はい、みんなちょっと柿さんが毒味する。うん、ちょっと待って、右洞窟行ってきます。この人とても怪しいので。ライトさん何してたんですか、逆に。え、僕ね、船に帰ろうと思ってた。へぇ、ほんとか。全然集まらんな。火薬が集まらんし、当店もないし。立てちゃおう。まあまあ2本でいくかな、とりあえず。ない。できたのがない。あら、チャゲさん何、溺れてんだろ。勘で泳いでたら死んじゃった。はい、開けれそう。まっすぐだと思ったんだけどな。あらあらあら、まあまあそういうこともあるから。あるある。鍵ねえです。鍵ない、俺も鍵ない。あ、俺食べたよ、大丈夫だよ。俺も食べてたけど、大丈夫だったの？なんとこ、なかった。人肉？動物？動物。あ、動物、動物。うん。あ、動物なんだ。じゃあ食べよう。信用してない。全然信用してない。はい、物流が 100% 中も作ったんで、6人ばらまいてみます。はい、ありがとう。でも誰も鍵持ってない。鍵持ってない。ごめんね。マジか、探してくるわ。俺の死体にね、鍵1個入ってんだよね。あ、そう。どこにある死体？ね、村行く途中。あっていうか釘がないんやけど、あれ釘作ってるのに。料理はできたよ、あげる。はい、釘作った方がいい。ありがとうございます。両線服ってまずい。両線服か、確かに。まだ離脱してないんですか。離脱してないのか。これ石炭で足ります。もういや足りないんじゃない。うん、でも俺あと、ね、あ、入れていいっていうか壊れてるから一応控えてたんやけど。あ、壊れてんのかな。壊れてるよ全然。いや、進めるわ進めるわ。誰か出してー。僕今銃だけ持ってる。はい、デルク君開けて。鍵持って、鍵取ってきた。俺の下に鍵なかった。あ、ちなみに下に鍵あったよ、持ってきたよ。あ、よかったよかった。デルク、ありがとう。デルクは銃だけ取って落とすと考えた。うわー、怪しい怪しい。デルク来るんじゃないですか。マジ忘れてたんすよ、本当に。どこやねー、銃返して。足元置いてあるっぽいよ。ありがとう。あ、右洞窟は僕が石炭を持ってきてる。あー、ナイスナイス。斧です。あさし集落、あさった。集落行こう。まあ寒いからほどほどにね。やばい、助けて、うん、寒いから。あれ助けて。体力がない、体力がない。狼がいないってことだよ。あー、狼いる、狼いる。なんで戦わんねえんだよ。もう大丈夫、まだ10個あと1周ぐらいじゃん。これクマの2で作りました。人肉作ってないっすか。人肉作ってない。やりましょうよ。え、今やるの。やらんやらん。今じゃないでしょ。今じゃないだろ。もうちょっと後でしょ。アメ白白もいないのか、僕だけ。白白いないんだよね、そう。アメノクさん白白なの。僕、あの、
あの爆撃ポーランジーナにあれ見せたなんだっけ。ああ望遠鏡。双眼鏡。帰ろ。帰るよ。寒い。めっちゃ寒い。やばい。あ、誰かが灯台を取ってるの。ライスさんじゃない多分。船から木材が大量に抜かれてる。いや、大変に木材ないの？木ない。し、寒い。船飛ばすか。木2枚ない？あ、木何に使うの？何に使うの？あの燃やす料理、シチュー作る。シチュー作る？いいよいいよ。あげる。完全僕肉でシチュー作れる。はい。バケウカさんシチューってまだある？はい、ありがとう。ああ、廊下になければないです。なあなあ、じゃないわ。いい。ここになければないです。俺も作れるの。作れるんだ。あ、メネコさんって右の材料を取りました。なんか素材。全力全力。石炭だけですか取ったの。石炭と中のスクラップとお肉三つ自分で食べた。オランジーナ。あ、オランジーナ君か。サーベルの修理を。ちょっと何ですか。お腹空いてんだよこっちは。サボ頻度、サボ頻度少ないよね。到底まんまないかも。ずっと牢屋暮らしでよ。待ってください。いや、右洞窟行ってねこれ。ちょっと待ってください。アメリカさんいたんじゃないの、右洞窟。作ってやるからな。やっぱ材料だけ取ってないっぽいから。シュー、3枚もいらんか。2枚でできるか。パラメーターがやばいから。木材あったの？あ、俺もやばいぜ。俺も今ゼロにしながら。ゼロにしながら作ってる。あれバケさん作った分のシチューなくない？バケウカさん、そう、さっき作ってたのに。そう、多分抜かれたと思う、バケウカさんのシチュー。マジか。やばいわ、食いしん坊ちゃんがいる。ライトさんもいないしな。ライトさんどっか行っちゃったよね。何やってんだろう。ライトさんいないね。料理1個しか、1周しかしてない。消えたな、ライトさん。ライトさんでも弓作ってるかもしれない、今。確かに。あ、もう一人でクマ倒してるかもな。クマ行こうとか言ってずっとそうクマ行ってたから一人で行ったかもクマ。あと10秒でできまーす。はい。5、4、3、2、1。ナイス。ナイスクマ。助けてくれ俺。みんな行ったタイミングで作りますか。あ、俺もう3個あるよ。あ、了解。僕1個と作れる材料があるから。減っとるんや。行きますかね、みんな。行くかな。どうしようかな。材料結構ないから船直んない気がするんですけどね。そうそうそう、そうだと思う。うん、わかるわかる。右洞窟も僕今抜いてるんで。うん、オッケーオッケー。うん、何個作れそう。かやけだる3ついけるか2個か。まだ鉛集めとくんで、なんか船内に何かあれば作れます。はーい。一応釘は持ってる。了解。木も持ってます、僕。木3枚、釘3つ。行くか。カキさんでしょ、絶対一人は。なんで？カキさんっぽいと思ってる。貢献度かな？貢献度？貢献度。なんかあの、いなかったですよね、2日目の。夕方ぐらい。夕方？え、てかみんなでクマ行きなよじゃあ。そう行こうよ。あ、僕だけ残るから。はい。じゃあ行こう。あ、アメリカさん隠し用なの？隠し用なんで？僕あの望遠鏡をバッキーカオランジェに見せてる。どこが隠し用？あ、でも俺適当に捨てたからそれ拾ってる可能性はない。え、じゃあライトパンダも食えてない。俺ね。どこに捨てた？左の小屋ら辺で捨てたと思う。はい、左行ってないですね。左でも動きしてるんで。はいはいはい。え、じゃあ行こうよ、じゃあ。何に？いらっしゃい。クマ。行きますか。罠ある。できる人いる？罠がないんだよな。なんもないよ。もうちょっと物資あさって罠作ってくる。ジナ君、ジナ君、ジナ君。もうちょっと物資あさってて勝てよ。ジナ君、なんで？オランジーナさん、罠あさり。今まだ自分で作った分ある。自分で作った分ある。オッケーオッケー。岩渡すから来て、ジナ君。行くよ行くよ。いろいろもらうの。料理人の僕がクマ倒せる準備できてて、できてないのおかしいんですよね、ちょっとそれ。石拾ってこ。それ脈なしですよ。脈なしか。
石。行きましょう行きましょう。行きますか。先端銃返してもらいました。うん、返してもらいました。行きましょう。罠ある？武雄さん。罠持ってない。ない。うん。え、かきたは？ない。なんか仙台武士ないんだよね。怪しいよ。いや、ほん、じゃあライツさんは？僕は嫌だけ持ってるけど。嫌だけ？え、バケット分は罠何個あります？おお、ならいけるね。やろやろ。いや、絶対ここは2人の中に。うん。まあ、ここで暴れるやついる、いると思うよ。いいよいいよっていうか俺石だけど大丈夫。罠置いて。止まってね。はーい。近づいたらクマ。この辺で行った。オッケーオッケー。ライトさん上の上のクマ撃つんじゃないですかそれで。その呼ぶよ。なんで僕より前行ってくれないんですか。早く前行って君たち。やばい。やばい。待てー。え、嘘。弱。やった。雑魚すぎやろ。あ、クマ呼び誰か失敗したぞ。僕は無理ってことを考えてます。2回くっつくと爆弾こっち来ないでください、こっちそんな。ダメですよ。オランジーやかズルクでしょ、これ。いや、全然僕目線ありますよ。え、じゃあ、タルあります、タル。タル猫さん。はい。とりあえず直しません？直してきてるやん。あ、じゃあ、はい、わかりました。オランジーナになるんで、オランジーナになるんで、これ。ああ。これ。だから僕ずっと上にいたよね。ゼルク君が上がってくるより僕は上にいたからね。先に。はいはいはい。ゼルダル難しいんだよなぁ。スクラップはある。スクラップはある。外誰？あれ、カキさん怖いけど、僕目線どうだ？見えてるな。あ、僕が見えた。望遠鏡を手に入れてるんで、撃つ撃つ。拾って、か拾って言ってる線。それから、もしくは、カキさんが、カキさん帰れなかったの？カキさん帰れなかったけど。あ、危ねえ。どうですかね。ね、結構ね、ぐったってるよ。アメネコさんとゼルクが疑い合ってる。そう、そうだから僕、あの報告入る前に沈黙入れたんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。ポーテム立てます、このまま離脱します、ちょっとバレる前に。いや、いや、戻った方がいい、戻った方がいい、絶対戻った方がいい。疑ってるから。うん、絶対戻ろう。俺がポーテム立てるわ。いや、この沈黙中に戻れなさそう。マジか。いや、僕戻れないです、場所今、チャペル下いるんで。死んでる。え？ローラーしてるのこれ。チャペルに一人いるな。うわでも直されそうやな言うて。
はいはいはい。これ二人で行くか。僕はかけライトだと思う。ライトさんね、ライトさんね、一人で無理だ。ライトさん一人で村の方に行ってね。僕がラスト、僕だ。あ、ごめんごめんごめん。シチューはいっぱいあるよ、シチューいっぱいある。あ、確かに。どこ。キチマ巻く。待って。ちょ、肉入れて、シチュー作ってほしい。チャケさん。肉8個入れといた。あ、ありがとう。ライスさん?あと後ろの方。ライスさんいるけどこれ。待って、ライスさんだ、ライトさん。ライトさんやる、ライト。偽物だ、ライトさんのドップルだ。よし。待って、これ、シュー入れられてる。見た。いや、大丈夫、取られてるだけだと思う。え、シチューはキッチンがあるから食べてほしい。よし。いいよ。火は持ってんだけどな。もっと出るわ、俺。火もらっていい。アキさん。おい、ライスさん。ライスさん、やめてくれ。やめて。ライスさん、やめて。死んじゃう。ああ、死んだ、本当に死んじゃった。もうちょっと待てばよかった。どこだ？あ、釘ね、誰か釘がある場所分かるけど、これ釘じゃない？ライトさんはどこで何をするか？ライトさんは傀儡です。僕はニトロでカキさん倒し、あれ、多分倒したんだけど。どうなってんだ、これ。あれ誰が沈没しそう。オランジーナ、待って、ライトさん違うよね。待って、違う、さ、あれ、一郎分かってないの？もう一郎。ゼルクだって、ゼルクだって言ってるわ。ゼルクだな。あ、ゼルクだな。ゼルクだったわ。開けて。開けて。あ、ちょっと待って、ね。ゼルク、ライトさん開けるよ。釘あるからね、釘、大丈夫。ゼルクは傀儡って言われてるけど、バブ系潜伏した方がいいんじゃない？あ、もう僕、殴り殺せますよ、多分。マジ？トイスターベルなんで。これ中誰いる？ですかね、あ、中でもいや、これ多分、いや、僕、船長室が壊れてて、うんうん、そこに今こもってるんですよ、僕。はい。多分、直しに来る人倒せます。ああ、じゃあ沈没させる作戦ね。そうです。オッケー。じゃあ、俺、ドッペルゲンガーで資材抜くか。了解。うん、釘めっちゃありますよ。釘はね、隠してたから。あれ聞こえる？木がないかも、ワンちゃん。お、これはいけるのか、もしかして。あ、ダウンしちゃった。あと3つ直せる。お、まあ、僕、一応木を持ってこられてる、これ。止めてくるね。お、やった！よし、いいよ。いいよ。いいよ。素晴らしい。あ、やべ、クラッシュ。あ、やべ、大丈夫？待って、めっちゃいいとこで。止まった。HP が寒すぎる。わあ、俺、あ、ニトロ持ってこられてる、これ止めてくるね。いや、これ死ぬか、一回僕死ぬかもしんないけど止めてくるね。了解です。氷山も割れてないんか。いや、これまあいいや、ここで死のう。多分沈没すると思う。いや、これ沈没、いける。これ僕の存在がバレないことの方が強いわ、多分。2箇所直せる。木材1個じゃない。よくない。ダメネコさん。いや、ゼルクでいいかも。沈め。運んでる。
沈め。ここ開けるのに時間かかるから。閉まってる。は？何これ？ごめん、ダウンした、ダウンした。よし。ドア閉まってる、ポーカーズ。僕の存在を。よし、いける。ポーカーズ、これ、あ、ポーカーズ。ドアね、鍵閉まってる。壊して直さないといけない。ぶっ壊せ。これ、まずどうな。これ、僕の存在なくない？これ、僕の存在忘れられてるわ、これ。大変だ。おもろ。沈んでくれ。これ僕も声出さないわ。もうバレないために。あと2箇所あったね。声出さないわ。僕がバレたら僕が帰れってバレる。1箇所直せる多分。オッケー。釘がまだ1個余ってる。ナイス。これやってんのゼルクじゃね。ゼルクが運んでるっけじゃん。いやこれ沈没。帰れ誰やね。あ、てか僕やって。僕の中にある。僕の中にアイテムあるから僕やって。沈没しないこれ。釘ある。なんか？ボケットで。なんでこれ沈没しないの？いいのそもそも。おい沈没しろよこれ。どうなってんのこれ。赤いゲージマックスやんもう。治れな。くそ。寒い。あと何箇所？1か2ぐらい。1箇所直した。あ、待って。僕持ってきた。し沈め。あとどこだこれ。え、わかんねえ。やべえ、俺死ぬかも。ちょっと待って。ダウンする。あとどこに直せないかしら。これアメネコさんだよね。アメネコさんだよ。バケツさん、これ直せない。アメネコさん。なんで沈まないのこれ。寒い。アメネコさんは僕が殺した。俺体力無理なんだよ。早く沈んで。ここで温まりましょう。温まれる？僕の伝えあるから、そこに釘と木入ってる。なんで沈まないのこれ。オッケー、オッケー、もう死ぬから。あとは。早く沈没して。ただこれあとどこ直ってないよ。あと1箇所直せて、スクラップ1個。僕1箇所直したよ、もう1箇所。スクラップこれ、バケクさん場所分かってると思うから、これまた死んだ。いや、場所はね、俺まだ見てない。多分フォーカスだと思う。行ってくるわ。多分フォーカスなんだ。待て、傀儡出たよ、一人今。ダリー。いける。アメリコさん何回？1箇所か2箇所だと思う。え、アメリコさんは倒した。どこ？バブケが犯人。これ船直んなくないですか。うわーこれやばいやん。くそー。僕の作戦強。はいナイス。素晴らしい。これ沈黙が刺さりましたよ。沈黙強すぎた。なんでこうなった。沈黙ぶっ刺さりです。なんでこうなった。沈黙ぶっ刺さりです。どうしたこれ。混乱しすぎでしょこれ。やばいねこれ。沈黙のタイミング完璧じゃないですかこれ。ちょっと待って。完璧だったかも。もう一回最後どうだったの。やれはストーリーマジで。ゼルクラルスケットの船残りが怪しいって戻ってるのを聞いてたから僕村でこっそり。もう戻ったタイミングで沈黙入れてなんかそのまま2人落ちないかなと思って。あ、なんか今そうね。あ、戻ってきた。あ、了解。あ、待ってきた。俺がロヤルいる間に沈没したってこと。沈没はしなかった。あ、沈没しなかった。バブケが暴れて最後。あ、全滅させました。あ、そうなの。無用を保って体力がなかった。なるほどね。いや、そうですね、あれクソ少なかったから。あと、そもそもなんかその滝とか僕が外離れてる時に物資抜いてるって誰か言ってたよね。誰だっけ。僕ですね。あ、だからそもそもその時って僕と柿が外出てるから、僕と柿が傀儡だった場合は物資抜けないからっていうのを言うべきだったなっていう反省があります。あ、確かに。そうだって僕と柿が外出てて、その間に物資が抜かれてるから。いや、僕確実にね、あの2番だったから、もうあの一路落ちてるなって思ったんですよ。なんかそうだね、もうどっちかだと思うから落とそうって言ってバケリンと落としちゃったんだよね。